はい、はい、ソウルさんです。はい、1回目の投稿です。はい、1回目投稿スタートしました。予選の所属団体ごとにまとめて起用してるんですけど、これでも後半になるにつれて、ベテラン勢が大量に出てくるので、はい、これからまた大量に期待値が出てきそうだなと思います。24秒206です。結構この辺とか見るとプロジェクターの反射がこうコースに映ってたりするのも分かると思うんですけども、結構その辺がマシーンにとってはなかなか難しかったりするところですね。はい、総理さんです。はい、2回目の投稿です。はい、2回目の投稿スタートしました。これはこれ加速をしているような感じもちょっと見受けられますが、なんかちょっと二窓できないトラブルがちょっと出ているようですね。もう早くなりましたね。あ、止まらない。スピード上がってきてタイムアタックしたんですが止まれませんでした。そうですね、カーブのマーカーを見るマシンと見ないマシンがあります。もう反射神経命でですね、もう線だけ見てるっていうマシンもいます。はい、総理さんです。はい、2回目の投稿です。この奇跡、天気圧が座った瞬間に下を見ました。あ、なんだ、2秒以上停止してしまいましたので、2投目は2回だとなります。今のおそらくですね、コースの左側に線が出ているのは、カーブのマーカーの合図なんですけど、コースのですね、右側に、マークが出てくるとスタートとゴールの合図なんですね。でもしかしたらそのセンサーが、ですね、白線をまたぐときに右側のラインが見えてしまって、あ、ゴールって勘違いしたのかもしれません。なので交差点というのはそういう意味でですね、結構鬼門です。交差点なので左右同時に見れれば交差点になるんですけど、これやっぱりね、なんかの拍子にこの交差点をね、ゴールと勘違いしてるんですね、きっとこれ。はい、ありがとうございました。これスタートゴールのゲートの真下には、線に向かって右側にマーカーが出てるんですけど、それ以外のコースのところにはコースに対して左側に2センチぐらいのマーカーが出てますね。でなので、右側に線が出てきた時にはスタートもしくはゴールなんですけど、交差点の時には、左右同時に出てくるはずなんですね。ただ機体が斜めに進入したりすると、ゴールに見えちゃう、スタートに見えちゃうということがあったりします。
はい、磯部さんです。はい、1回目の投稿です。お、はい、はい、はい、もう6秒1走目で突然暫定1位の記録を出しました。まだちょっと余裕残してる感じがします。今ちょっとよく見えてないかもしれないですけど、これちゃんとステアリング機構がついてるんですね。このホイールベースなんですけど、このホイールベースなんですが、それでもステアリング機構がついている。あ、今見えました、タイヤ曲がったの見えました。これさあ、どんな質出てくるのかちょっとおっかないですね。はい、おお、ちゃんと加減速してるの分かります？これはすごい、ちゃんと、おお、すげえ、すげえ、しかもまだあと1回ある、すごい。1走目で、コースを覚えて、2走目はですね、そのマーカーが出てきたら次は減速しなきゃいけないカーブ、次は減速しなくてもいいカーブみたいな感じでシャー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 とこう減速する、あれ減速しなくていいカーブをですね認識してるかどうか、それはですね、このカーブは緩いので減速しなくても曲がれるはずですよね。なので次のアタックであそこは減速するかしないのかっていうのをちょっと見てみましょう。そこで AI がですねカーブの確率まで計算して走ってるかどうかが分かります。さあ減速し、あ、そこは減速しなかったね、ちゃんと浅いカーブは減速しないというプログラムになってましたね。はい、お願いします。はい、映像公開してください。はい、そうです。これ予選ですので、明日の決勝はこの速さの人たちが集まる感じになります。はい、このマシンはかなり鼻が長いタイプのマシンですね。はい、1投目スタートです。1投目スタートしました。安定した走りを、ここからだいぶ止まって、ただいまの記録9秒313。これも結構早いと思ったけど、それでも9秒なんですもんね。そうですね、コースはですね、当日まで発表されません。しかも競技開始前までですね、コースには布がかけられていて、どんなコースかもわからないようになってます。お、あ、これもやっぱり加減速しますね。はい、ただいまの記録5秒7485秒7485、暫定2位です。さあ次3回目をどうするのかな。ラストの走行でトップ立つか。さあアタックモードに変更していきますか。はい、3走目スタートです。さあ最後はどんなアタックを。3投目スタートしました。あ、やっぱりそこの。ちゃんとあそこの直線内のトロンを走った。ただいまゴールしました。記録5秒6秒15秒。ああ、ただ4秒台に入らなかった。ありがとうございました。続いて52番の方お願いします。はい、計測を開始してください。トップは4秒台ですからね。はい、1投目スタートです。1投目スタートしました。イーアンポリテック、イーデューウェイさんとチェン・ハリー、ハイリーさん、ボードロボット、スーパーリズです。ゴールしました。ただいまの記録12秒118、暫定9位です。さあ、だいぶまだ余力を残した感じの1投目でしたけれども、
はい、あのセンサーを読み取りごとに音がピッピッピッと鳴るタイプのマシンですね。はい、磯目スタートです。磯目スタートしました。おお、しまいました。今直線のスラロームのところでコースアウトになりますね。ショート格好をしようとして、制御の使わせるんでしょうかね。ただポテンションも非常に高いので、次の3回目ラストに期待したいですね。でもちゃんとあの制御が賢くて、あのラインを見失ったら止まるっていう制御が入っているのが賢いですね。でラインを見失ってもですね、全力疾走をし続けるとですね、あの穴の方向に走っていってしまうというとんでもないことが起こるんですけども、ちゃんと線を見失ったら止まるっていう賢いプログラムが入っています。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。あーちょっと大丈夫か。ゴールしました。ただいまの記録6秒257。はい、ありがとうございました。続いて53番の方お願いします。はい、この辺は海外勢みたいですね、みんな。53番、イーランドテック、リ・ウェイナンさんとチャントントンさんの行動ロボット、ネームです。はい、一層目スタートです。一層目スタートしました。これは、とりあえず記録を残そうという走りです。じゃあまず安定して1層目、まずコースを作ろうという形ですね。終わります。ただいまの記録12秒445。12秒445。この2走目の期待感がすごいですね。1走行がどこまで速くなるか。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。視線が速いですね。いやちょっとアームシューで膨らみすぎてしまったかな。はい、このマシンも加減速はしていましたけれども、あのさあ次がラストです。ここの緩いカーブも減速してましたので、カーブの曲率は問わずに、カーブであれば減速するというそういう感じの プログラムですね。あの急カーブでもあの緩いカーブでも同じように、さっきよりは控えめって感じで、これ安定が、はい、ただいまの記録7秒544。暫定5位です。はい、ありがとうございました。続いて54番の方お願いいたします。はい、計測開始ください。はい、1走目スタートです。54番、ニーアンポリテック、フェンキャットさん、ロボット名イン3です。この人はこの人はなんか毎日ゴールしました。ただいまの記録12秒340。この人なんか毎年表彰台常連の人ですね。はい、2層目スタートです。1層目スタートしました。格段に速くなって止まりました。記録5秒190。ただ1位は4秒台ですからね。速くの話はよくあるんですけど、曲線ももう速かったですね。カーブすらもう加速してるような感じらしいので、じゃあもう次は1位の記録を抜くかもしれないということでよろしいですか。まあ本人がどう考えたんですかね。1位取って最後に決勝を走るか。はい、3走目スタートです。さあ1位は4秒台だが、ちょっと減速。止まって、ただいまの記録、5秒013。暫定2位です。はい、ありがとうございました。55番の方、お願いします。はい、計測を開始してください。55番、マサチューセッツ工科大学、
福岡大学。はい、1走目スタートしていますのはマサチューセッツ福岡大学デイビッド・オッチさんの F2 です。はい、ここのこの MIT の方ですね、毎回一番小さいという印象があるんですか。毎回ですね、これ光学センサー系でマシンを作ってくる方ですかね。ただいまの記録20秒493。2走目となりました。はい、これセンサー系で直線の加速が安定しているゴールしました。ただいまの記録13秒545。安定感半端ないですね。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。これもちゃんとカーブの手前では減速してますね。ゴール、ただいまの記録12秒540。ありがとうございました。続いて56番の方お願いいたします。ここでですね、はい、計測を開始ください。うまく入んねえぞ。はい、1走目スタートです。1走目スタートしました。ちょっと待ってください。9秒345です。当然から10秒切ってきますからね。ここはやっぱりベースのレベルが高いですね。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。直線が速い。速い。あ、ゴール、5秒937です。ちょっと午後からの配信の準備をするので、ちょっと、ここ離れます、無人にしますので、ちょっと固定カメラでお楽しみください。ちょっと午後の配信の準備をしていきます。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。直線が速まって思いたくないです。ゴールしました。ただいまの記録
でスタートです。それでスタートしました。着地が早い。さあゴールただいまの記録6秒847。さて6位です。スピードも速いんですけど、他のロープとかの直線と直線の間にあるので、サーロー結構速い速度で、ここはちょっとスピードダウンしているのが、もしかしたら、スピードがいまいちと見えないかもしれないですね。ストレートの間の曲線が早くいけば。はい、3投目スタートです。3投目スタートしました。ゴール、ただいまの記録、6秒458、6秒458、暫定6位です。はい、ありがとうございました。続いて58番の方お願いいたします。はい、1走目スタートです。今回コースの全長が12メーター、3メーターぐらいあるので結構1秒遅く走っておりますね。ゴールしました。ただいまの記録5秒934です。これを考えるとさっきやったように4秒台ってとんでもないというのが分かるんですね。さあ次がラストです。はい、3回目1走目スタートです。3投目スタートしました。ゴールしました。ただいまの記録5秒817です。はい、はい、ケースボール続きは、メキシコ森坂高等工業学校高校ジュアン・アーロン・ロマン・アパリジーコさんの FK キューズです。はい、1走目スタートです。1走目スタートしました。結構でかいですよ。ちゃんと曲がれてると思いますね。それでだから R10 が曲がれるかです。曲がれた、ありがとう。ゴール、ただいまの記録11秒788、11秒788です。振り持ち時間が2分を切りました。R10 が連発するところになると、こういうロボットはどういう動きをするのか、ちょっと面白そうですね。最近のやっぱりトレンドが小さく軽くして、対応するロボットが増えてきて、さあ、残り50秒近づいてきました。
い、3走目スタートです。3走目スタートしました。ゴールただいまの記録7秒180です。はい、ありがとうございました。続いて60番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。メキシコ・コリン坂高等工業の学校ホテル・イスラエル・オルティス・ヘルナンデスさんのロボット CC トムです。はい、1走目スタートです。1走目スタートしました。ゴールしました。ただいまの記録10秒701です。はい、午後の配信のとりあえず準備だけしてきました。あと半ぐらいになったらとりあえずもう一回こう、あ、今やってきたかな。1分50秒となっております。はい、2走目スタートです。2走目スタートしました。ちょっと動きが最初不安だったけど、コーナーを丁寧にゴールしました。ただいまの記録9秒024です。これ広角のままでいいです？ズームして追った方がいいですか？はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。8秒119です。はい、ありがとうございました。で、61番と62番の方が危険なので、63番の方お願いいたします。はい、では計測を開始してください。広角で良さそうなので、じゃあちょっとこのまま固定でいきましょうか。63番、立命館大学ロボット技術研究会。はい、磯部さんです。出口高也さん、ロボット電電虫6です。14秒358です。一応このまま希望の方が多いので、一応このままにしましょうかね。はい、磯部さんとしました。ゴール2走目13秒525です。一応ですね、12時半から12時あたりにですね、30分ぐらい競技の切れ目があるんですけど、各競技がですね、こうちょっとずれているので、競技参加者はお昼休みありますが、皆さんはお昼休みありませんので、私もないんですけどね。ゴールしました。ただいまの記録12秒657です。はい、ありがとうございました。続いて64番の方お願いいたします。はい、計測を開始してください。64番、立命館大学ロボット技術研究会奥山拓さんのロボット BLT です。はい、磯部さんです。今回はですね、マウスパーティーまでちょっと時間がですね、間が2時間ぐらい空いてしまうということなので、今回は競技終了時点で、配信終了にします。マウスパーティーの配信はありません。ゴールしました。ただいま記録19秒026です。はい、2走目です。2走目スタートしました。
分のまみにしてくるの忘れちゃった。すみません、私自分のこの後に自分が入る場所のバミリをしてきます。2走目ゴール、ただいまの記録19秒040です。はい、3走目スタートです。3走目スタートしました。はい、計測開始ください。立命館大学、立命館大学ロボット技術研究会、小山聡太さん、ロボット、ムスカ4号です。はい、ソメさんです。ソメさんとして、もうスタートしてしまいましたので、特定して、はい、リタイアです。はい、総名さんです。総名さんとしました。まだ動いてる。だからゆっくりではあるが、ちゃんと進んでいる。本体走行すべきラインから外れたという形で、コースアウトになります。